ピンポン。で、この度、私たちは1月16日と20日の投稿予定日に動画を投稿できませんでした。大変、申し訳ございませんでした。先生先生、リボン曲がってる曲がってる。ああ、すみません、ちょっと失礼します。改めまして。より曲がってんな、ちゃんと整えろ。ああ、失敬。改めまして。逆、重力の逆。改めまして。続けんな、まずリボンを改めろ。はあ。改めまして。歪んでる。リボン周りの空間が歪んでるよ、ゆかりちゃん。はあ、そんなわけないでしょう。やっぱ歪んでんじゃねえか、しっかりしろ。ああ、めんどくせえ。ほらー。せっかく用意したのに。はい、いいから説明。はい、そう、それは更新を止めた日曜日の出来事でした。その日、私は朝4時から動画を編集し始めました。早起きやな。そして4時間ほどかけて編集を完了。よっしゃ、編集も終わったし、茶でも飲むかと一息入れていると、ピピピピピーンというこの世の終わりみたいな音が外付けハードディスクから聞こえるじゃありませんか。うわ、そして2年分の編集データ、素材にアクセス負荷 2TB のデータが吹っ飛びました。おう、あかー、落ち着いてんのか乱れてんのか分かりづれえ音を出すな。知ってる？人の心って、折れるとき、ポキって音がするんですよ。知らん知らん。素材が吹っ飛んだので環境を再構築する必要があり、準備に時間がかかってしまうので、投稿予定日に動画が間に合いませんでした。そのことを視聴者の皆さんに伝えたら、なんとたくさんの励ましの声が。みんなありがとう。そんなこんなでなんとか復活することができました。おお、本当に視聴者さんに支えられているということを強く感じました。その思いに応えるべく、また動画投稿を頑張ります。せやな、本当ありがたいわ。また頑張っていこうな。まあ、その4時間編集した動画だけは心の残りやけどな。あと投稿するだけやったんやろ、もったいな。そうなんですよ。赤毛と私の顔した EV がポケモンバトルをするという熱い内容だったのに、全面撤回、消えてよかったわ。今回のように急な投稿延期は Twitter でご連絡してます。その他イラスト漫画なども投稿してるので、ぜひ覗いてみてくださいね。よろしくな。